週のテーマは岩手花巻空港から飛び出そう。国内線、国際線利用のすすめ。岩手県の空の玄関口、岩手花巻空港。現在国内線では札幌、名古屋、大阪、神戸、福岡を結ぶ5つの路線が毎日運行しています。去年就航45周年を迎えた大阪線は11月に累計搭乗者数が600万人を達成。就航3年目の神戸線は4月に5万人を達成しています。飛行機なら目的地まであっという間に着いてしまいます。就航3年目の神戸にはおよそ90分で到着です。また大阪線と名古屋線は1日4往復運行しており、ビジネスのご利用もおすすめです。お得な早割やキャンペーンを利用して空の旅をお楽しみください。また5月10日、およそ3年ぶりに台北線が運行を再開しました。花巻空港から台湾までおよそ4時間、水曜土曜それぞれ1往復運行しています。待ちに待った台北線の運行再開で、また花巻空港から直行便で台湾に行くことができるようになりました。航空チケットはインターネットでも簡単に購入できますので、お気軽にご利用ください。また到着地の台湾桃園国際空港は東南アジアをはじめ世界各地への乗り継ぎにも利用できる空港ですので、もう一歩先の海外旅行を楽しんではいかがでしょうか。ぜひ岩手発の海外旅行をお楽しみください。岩手花巻空港はアクセスの環境も整っています。1150台の無料駐車場を完備しているほか、航空便の発着に合わせて盛岡駅、北上駅と空港を結ぶバスも運行されています。ビジネスや観光に岩手花巻空港から出かけましょう。岩手わんこ広報室、次回もご覧ください。